それでは本音で迫る臨床英語ワークショップを始めたいと思います。こちらのワークショップは臨床現場で使う英語を中心に勉強していきます。私が3年間の臨床留学で学んだことを中心にご紹介していければと思います。このワークショップの長所は臨床留学をしていた時の私の視点で書かれております。ほとんどすべて現地のドクターが話した表現であり、 本音・実践的視点でままとめてありますこのワークショップには制限事項もありと言いますのはこの私の英語はアメリカの2施設で学んだものであり当然その施設の方言的なものはありますそして言い回しというものは時代によって多少変化するものですからこのワークショップをもとにご自身で知識を広げていただければと思います そして第1回である今回は略語について勉強したいと思います。当初、略語というものはあまり慣れないものですが、一旦うまく活用すると非常にそれが強みになります。略語を間違えて使うととんでもない意味になる例を一つ挙げさせていただきます。こちらはよくある風景で血糖値を測定しているものですが、もしあなたがカルテで血糖値が160を BS160 と書くとどうなるでしょうか日本の臨床の場で BS というと Blood Sugar 血糖という意味になりますがアメリカで BS と書くと Bullshit という意味になります。Bullshit というのはこの写真だけの意味にはとどまりません。したがってこの BS というのを例えば怖い上野先生に向かって何らかの意味で伝わってしまえばとんでもないことになります。 このような気をつけないといけないことはありますが、もちろん略語には長所はたくさんあります。まず第一に、略語を使うことで複雑な発音を避けられるということです。例えばこのように、エソファゴガストロデュオディナースコピー。これは上部消化管検査を意味していますが、こちらを EGD と簡単に述べることができます。その他にも、トランス・トラシック・ニードル・アスピレーション。 エクストラプロロヌーモネクトミー、Atrial Fibrillation といった複雑な発音を簡単な略語に置き換えることができます。とは言いましても、略語はたくさんありますので、どのように覚えていったらいいのかということでございますが、とにかくグループ別に覚えることが重要です。まず、日常会話、メールに関するものから扱っていきます。 アメリカでも日本と同様に日常生活やメールではよく略語を使います。ありがとう、OK、ところで、そういった言葉の他に Oh my God も略語になりますし、特に興味深いのは R、U こういったものが一つのアルファベットで置き換えられることです。そして Meeting, Regarding Tomorrow のように母音が省略されているという略語もあります。 二つ目は職業、資格に関するものです。こちらは会話だけではなくて、書き言葉でもよく見るので、比較的馴染みやすいかもしれません。ドクターに関するもの、ナースに関するもの、そして他の医療従事者に関するもの。こういったものは比較的早く覚えられると思います。三つ目は検査、主義に関するものです。ここでは日本とアメリカで 共通しているものが一定数存在するのですが、むしろ気をつけないといけません。例えば PFT、Bronc、PEG、FNA などは日本でも使いますが、例えば心臓超音波、これはエコーというふうに言うことが多いです。特に日本とアメリカで違う略語であるものを中心に覚えるようにしましょう。 4つ目は病棟業務に関するもので、こういったものはほとんどがカルテの記載やあるいは申し送りの E メールで使われるものです。USMLE のステップ2、CS を受験された方はなじみがあるものかと思いますが、主には病歴、検査結果に関する略語であります。病棟業務に関する追加の略語をここに記載します。診療科・ あるいはカルテの記載、そして病棟指示、こういったもので、頻回に略語が使われているのが分かります。次回以降、アクセントも扱いますが、略語のアクセントについて気をつけてください。といっても、略語のアクセントはシンプルで、すべて最後の文字にアクセントが来るというルールがあります。ぜひ覚えておいてください。略語についてのポイントをまとめます。 まず、略語はとにかく自分で読んで使って身をもって覚えることが重要です。二つ目は、アメリカ医療で使われる略語は日本の略語とは異なることが多いので、より一層気をつけることが必要です。三つ目は、グループ別に分けて覚えることでしっかり身につけることができます。こちらは今回扱った略語です。 ご自身で復習の際に活用していただければと思います。ご清聴ありがとうございました。